きたいと思います。それで、はいとかという返事を、ね、まずしっかりとお腹から声出しましょう。そしたら、ね、体の中から高くなってきますので、怪我に気をつけて一日よろしくお願いします。じゃあ頑張っていきましょう。皆さんが将来またいろんな場でまた私たちの会社でまた触れ合うこともあると思います。本当に一生懸命またバレーを続けていて、まあ、ひょっとしたらまた別のスポーツになるかもしれないけど、ぜひスポーツね、素晴らしいですから、もっともっと、大きくなっても、やってほしいなと思います。はい、ウィングルームのままですよ。はい、上下のままですよ。はい、ラスト、はい、ラストです。はい、左一歩動いて、一歩動いて、どこに行っても同じ形、ボールの正面に入れるから早く入って、オーバーと同じでボールの落下点に入って準備します。拾うようになるとボールのコース、来るコースが読めるようになります。いつまでもノーバウンド、2バウンド、3バウンドでよくこらしょって拾うこともできますし、追いかけていってワンバウンドで取ってすぐボールを渡す人に投げ返すということもできます。これもやっぱり練習なんですね。指導者の方が一番、頭も体も疲れると思いますが、子どもたちのためということもありますし、みんなが上手になればみんなが嬉しいと思いますので、ぜひそういったところもちょっと見ていただければというふうに思います。振り範囲というのが、自分がレシーブできる範囲というのがどんどん広くなっているから、肘を上げてると、そこ怖くなってくる。そこが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 いけるので、わかる。肘の位置が下がっていると、そこのボールは絶対いけない。いける。そのぐらいまでの人が上げてくる人はいないと思うので、上げたら一歩前に出るよね、やっぱり。力を加えるように。Oh, come on.